氷キャラ。バトル系のアニメ、漫画作品を見ていると、氷を自由自在に操るキャラは必ずと言っていいほど登場します。そんな彼らは、半冷半熱の個性を持って生まれてきたものだったり、霊気を自由自在に操るスタンドを持つものだったり、津波をも凍らせる規格外の力を持つものだったり、と様々です。氷を操るキャラクターってどこかクールで、最高にかっこいいものが多い感じがしますよね。というわけで本日は、最も人気な氷キャラランキングを見ていきたいと思います。なお本ランキングは、本チャンネルで実施したアンケートの投票結果及びコメント欄の反応をもとに順位付けした結果で見ていきたいと思います。投票総数87000、コメント総数1466件。皆様たくさんの投票&コメントありがとうございました。詳細が気になる方はぜひコミュニティの方も覗いていってください。それではスタート。第11位、シャーマンキングホロホロ。まず初めにランクインしたのはアイヌ民族出身の雪や氷を操って戦うシャーマンホロホロ。オーバーソウル、コロロイン、イクパスイ、ニポポテクンペなど次々と能力を進化させ、最終的にはラスボスハオに対抗するための5人の戦士にも選ばれ、作中でも最強クラスのスピリットオブレインを操るまでの半端ない成長を見せた主要キャラの一人である。がしかし投票数では全体のわずか 3%。 シャーマンキング自体かなり昔の作品となるため、あまり知らない人も多いのか、まさかのポケモンのルージュラにさえ敗北するという結果になってしまった。投票では惨敗だったが、コメント欄ではホロホロしか勝たんのに 3% は泣いた、圧倒的にホロホロ推しとの意見がちらほら見られた。一部の熱狂的なファンのコメントを考慮して見事にランクイン。第10位、ポケモンルージュラ。続いてランクインしたのは初代であるポケットモンスターレッドグリーンから登場する氷タイプのポケモンルージュラ。正直ルージュラはネタとして投票項目に入れていたのだが、まさかの 15% もの票を獲得。初代から登場しているだけあって抜群の知名度を誇ると思うが、人気投票でこの結果は正直驚きました。しかしコメント欄を見てみると、ルージュラ1位にして主のこと困らせようぜとのコメントがちらほら見られた。2008年の夏に実施された子供向けポケモン人気投票にて、ネット民の悪ノリでコイルが1位になってしまう事件が起きたが、それのルージュラ版がこの人気投票でも起きているのか、真相は正直わからないが、仮にネタで投票されていたとしても多くの票を集めたのは事実。見事にランクイン。第9位、結界戦線スティーブン。続いてランクインしたのは凍結を伴う高速の蹴り技を主体とした体術の使い手であるスティーブン。非常にクールで魅力的なキャラだが、中でもコメント欄で注目を集めていたのは絶対レイドの配りアグハデルセロアブソリュートを使用するシーン。敵に包囲され銃口を向けられ、ワンモーションでも起こしたらと脅されるスティーブン。モーション？攻撃のことかい？そんなの玄関先で済ませたよとセリフを話し、包囲していた人間たちを全員氷漬けにした。これは対象の体内に針状にした血液を打ち込み体内から凍結させる技で、事前に仕込んでおくことで任意のタイミングで発動させることが可能というもの。細かいですが、個人的には攻撃が終わって吐く白い息が最高にかっこいいと感じました。クールな技、セリフ、キャラクター性で多くの人気を集めて見事にランクイン。第8位、ブリーチ、ヒツガヤ東四郎。続いてランクインしたのは史上最年少で隊長の座に就任し神童と呼ばれたヒツガヤ東四郎。残白刀は氷雪系最強と言われ、大気中の水蒸気をはじめとする水を氷に変える力を持つ氷輪丸。個人的に一番エグいと思ったのはジェラルド戦で見せた視界氷結。完成した大グレン氷輪丸から放たれる技で、4個のうちに踏みしめた空間の地、水、火、風の全てを凍結する。対戦したジェラルドは攻撃する間もなく氷漬けになってしまった。コメント欄では室外隊長は本当の挽回の規模がシンプルにデカすぎる、挽回決めた時のかっこよさは異常との意見が多く見られた。完成された大グレン氷輪丸を扱うために大人に変身した姿も最高にかっこよかった。見事にランクイン。第7位、ジョジョの奇妙な冒険ペットショップ。続いてランクインしたのはディオの屋敷を守る忠実なるしもべペットショップ。スタンド使いのハヤブサでスタンドの名はホルスシン。氷を操る能力を持っており、作中では一瞬で巨大な氷塊を作って車を押し潰す、つららのミサイルを連射、地面に氷を這わせて相手の動きを封じる、傷口を凍らせて止血する、イギーが作った水中のドームを氷で覆って崩壊させるなど非常に高い汎用性を見せた。個人的にはアニメを見ていて無言かつ鋭い目つきでどこまでもイギーを追ってくる様子が見ていてとても怖いと感じました。コメント欄ではイギーとの一戦が見応えありすぎた、スタンドの名前かっこよすぎる、そして強すぎるなど様々な意見が飛び交っており、多くの注目を集め見事にランクイン。第6位、ナルト
ハク。続いてランクインしたのは、ナルト序盤にてザブザの右腕として登場したハク。氷を扱うキャラクターは、ナルトの作品では珍しく、ハクは水と風の2つのチャクラの性質変化を組み合わせて、氷を作り出す結界限界の氷遁を使用する。年齢は15歳とまだ子供ながら、その強さは半端なく、切り札の氷魔氷晶による高速攻撃では、ナルトとサスケの2大主人公を瀕死状態にまで追い込んだ。また、ハクの人気ポイントは、超美人な顔立ちなのに、実は男というギャップ。そして、悲しすぎる過去に加えて、ザブザに対する忠誠心。コメント欄では、女の子みたいな顔立ちで、普通に強いところも好き。生い立ちから最後まで悲しすぎて泣きまくり、との意見が寄せられていた。主な登場シーンは序盤だけだが、ハクを推すファンも多く、ナルト屈指の人気キャラとして、見事にランクイン。第5位、フェアリーテール、グレイフルバスター。続いてランクインしたのは、フェアリーテール内でもトップクラスの実力者だと言われている、氷の造形魔導士、グレイフルバスター。本ランキングでも、1位、2位を争うほどのイケメンですよね。コメントしていただいた視聴者のアイコンや名前から推測するに、女性からの注目が非常に高い気がしています。そんなイケメンキャラ、グレイだが、無意識に服を脱ぐ癖があり、いつの間にか上半身裸になって、ツッコミを受けるシーンもしばしば、面白い要素もしっかりと兼ね備えているのだ。またコメント欄では、夏とのライバル関係が最高、この2人いい関係だったなと主人公である夏との関係性を評価しているコメントもちらほら見られた。強さ、かっこよさ、主人公のライバル的ポジションと全てのイケメン要素を兼ね備え、見事にランクイン。第4位、僕のヒーローアカデミア、轟翔斗。続いてランクインしたのは、現役ナンバーワンヒーローエンデバーを父に持ち、 UA 高校でもトップクラスの優等生轟翔斗。一番の魅力は何といっても強すぎる個性、半熱半冷にあると思われる。炎か氷のどちらかだけだと体温変化により能力の使用限度があるのだが、両方を兼ね備えている轟にとってはそれはないに等しい。また個性の発動スピードや威力の範囲も半端なく、学校の授業ではビル全体を一瞬で凍らせ、体育祭ではドームからはみ出るほどの巨大な氷塊を作り出した。父との因果関係によりこれまで固くなに炎の個性を封じてきたのだが、さらに高みを目指すためについに解禁。エンデバーの下で修行を積み、戦闘スタイルの幅をさらに広げている。これからのさらなる成長が楽しみすぎるキャラですね。アンケート投票では2番目に多くの票を集めて見事にランクイン。第3位、赤目がキル S です。続いてコメント欄を沸かせていたのは、帝国最強と言われている女将軍 S です。その性格は超がつくほどのド S で、40万人の異民族を生き埋めにしたり、ぬるい拷問をした監視たちを逆に拷問したりとやりたい放題。また気に入った男子を見つけると鎖の首輪をつけて速攻お持ち帰りする始末。強引な女性が好きな草食系男子からすれば夢のようなキャラクターですよね。さらに S ですの最大の魅力は時折見せるギャップにある。普段は冷徹なド S 女なのだが、惚れてしまった辰巳の前では想像できないくらい可愛らしい少女のような一面を見せる。コメント欄でも、年齢に不相応な冷酷さを持っているのに辰巳にだけは年相応の女の子を見せるのがすごく可愛い。主人公に惚れてあれこれ試行錯誤する乙女らしさと冷酷な一面のギャップがいいよね、との意見が寄せられていた。このギャップに心を射抜かれた視聴者も多いのか、多くの注目を集めて見事にランクイン。第2位、ジョジョの奇妙な冒険、ギアッチョ。続いてランクインしたのは、ジョジョ第5部に登場するギャング組織バッショーネの暗殺チームの一人、ギアッチョ。癖が強いスタンド使いたちの中でもひときわ存在感を放つ男で、個人的に印象に残っているのは、ねほりはほりって言葉よ。はほりってどういうことだ、葉っぱが掘れるかよクソが、と突然ブチギレるシーン。辞書で調べてみたところ、ハホリの部分はなんと語呂合わせでついているらしい。そんなこともあるんですね。ギアッチョがブチギレるのも無理ない。またコメント欄では、強すぎるし切れやすい性格ってのが個性の癖が強くていい、言葉にブチギレるやべえやつからの冷徹な暗殺者っていうギャップが面白い、氷は不利な場面が多いけど創意工夫で逆転していくのが本当にかっこいい、などたくさんの意見が寄せられていた。ギアッチョに関するコメントは今回本当に多かったですね。コメントの多さでは1位2位を争うほどの注目を集めており、見事にランクイン。第1位、ワンピース、クザン。ギアッチョに僅差で勝利し、第1位に選ばれたのは、だらけ切った正義をモットーとして掲げる、元海軍本部大将クザン、通称青木地。個人的に最も印象的だったのは、初登場時、海を渡りたいが手段がないと困っている人々のために、襲ってきた海王類ごと全てを凍らせて、海を氷の大地に変えた。まさに規格外。そして言葉を失う麦わらの一味。コメント欄では、クザンはマジで規格外の強さだと思うし、めっちゃかっこいい。クザンは映画 Z の時に
マジで好きになった。最初に出てきて海洋類ごと海を凍らせたのはマジでハッて思った。海軍辞めてもスモーカーのことを部下ではなく友達だからと言って助けてくれたのはかっこよかった。あらあら、この3文字で七部海を黙らせるクザンが大好きと多くのコメントが寄せられており、純粋な強さだけでなくその独特なキャラクター性も人気の理由のようだ。投票では1位、コメント欄でも2位のギアチョと同じぐらいの注目を集めており、見事第1位にランクイン。いかがでしたでしょうか。以前投稿した雷キャラ人気ランキング、炎キャラ人気ランキングに引き続き氷キャラランキングをお送りしました。また本編では紹介できませんでしたが、稲妻イレブン、吹雪四郎、呪術廻戦の裏梅、アナと雪の女王エルザ、鬼滅の刃ドーマ、リゼロパック、永遠の消防隊カリム、とにかく明るい安村などコメントが寄せられていました。今後もこのように本チャンネルで実施したアンケート結果を元にしたランキング動画を作成していこうと思いますので、皆様よろしくお願いします。またこんな動画を作成してほしいというリクエストもお待ちしておりますので、本動画のコメント欄にどしどしご応募ください。それじゃあまたね、バイバイ。